守尾株式会社です。おめでとうございます。守尾株式会社との三河同文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それではお写真を撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして目録の贈呈でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてトロフィーの贈呈です。ではこちらもお写真撮らせていただきますのでよろしくお願いいたします。まあ、まず我々、創業以来ずっと、紛失という課題に取り組んできたんですけども、まあ、その規模感がですね、まあ、大体これぐらいになります。まあ、非常に巨大ですね。で、我々最初タグを作る前は落とし物 .com というなくしたものを探し合う SNS を運営してたんですけれども、まあ、2015年頃に、まあ、Apple さんが iBeacon という企画を出してきまして、まあ、これはいけるんじゃないだろうかということで落とし物防止タグの、製造を開始しました。で、まあ、レイルズが絡んでくるのはここら辺なんですけども、まあ、他のユーザーがなくしたタグを検知することも可能なので、まあ、そうしたら位置情報を教えてあげればいいじゃないだろうかということで、みんなで探すという、まあ、ネットワークを、構築しております。で、これがですね、あれ？なんか、あ、これがですね、まあ、大体都内ですと、誰かしらか、1個のタグが他のユーザーとすれ違う可能性が、まあ、大体 91% ぐらいであるという。まあ、これぐらいの密度に成長しております。で、まあ、他にもですね、まあ、例えば、まあ、我々競合製品に比べて音が鳴らないっていう、まあ、ウィークポイントがあるんですけども、まあ、それがなくても、まあ、別に AR とかを使えば室内の探索はできるじゃないだろうかということで、まあ、そういった実験的な機能をリリースしたりですとか、まあ、あとですね、まあ、さっきも言いましたけども、Bluetooth を搭載しているものっていうのは原理的にどんなものでも守るようにすることが可能です。なのでですね、まあ、ソニーのウェナさんと組んで、こういった OEM、ライセンスというものを提供したりですとか、まあ、あと、まあ、なくしても、まあ、保険金が戻ってくれば、まあ、じゃあいいんじゃないだろうかということでサブスクリプションをやったりですとか、あとこれ非常に、まあ、うちの営業諸君が頑張ってくださったんですけども、まあ、日本の落とし物というものはだいたい4割程度路線で発生します。ですので、まあ、であれば駅の落とし物センターとかに、まあ、守りを検知する専用のセンサーを置けば、まあ、それだいたいカバーできるんじゃないだろうかということで、全国700路線にセンサーを設置させていただいております。まあ、他にもですね、まあ、今一番力を入れているのは、まあ、守りをビズといいまして、まあ、企業の特に機密情報を非常に扱う機能企業さんっていうの多いと思うんですけども、そういったあらゆる物品を守りをカバーするコンソールを提供するという機能を、提供させていただいております。で、まあ、最後に、まあ、ルビーと共に歩んだ4年間ということで、まあ、我々、総勢15人ぐらいの、まあ、非常に小さな会社なんですけども、まあ、それだけの会社が、まあ、さっき言ったサブスクリプションですとか、物の位置と関係っていうものの解釈を変えることで、まあ、他の守りようではないものを守りようとして使うですとか、非常に柔軟なことをやってきたんですけども、まあ、それができたのもひとえに、まあ、Ruby という言語の非常に強力な表現力によるところが大きいと思っております。まあ、あともう一回言いますけども、エンジニアの絶賛大募集なので、よろしくお願いいたします。この度はありがとうございました。ありがとうございます。守尾株式会社高野様、どうもありがとうございました。非常に嬉しいですね。まあ、本当に Ruby と共に過ごしてきた4年間っていう感じでしたので、まあ、その恩恵を非常に受けてきましたし、ああバックエンド Ruby なんだっていうことで来ていただいた仲間と一緒に、まあ、やってきたっていうところもありますし、まあ、それをちゃんとこういった形で賞をいただけて非常に嬉しいです。最初に作ってた人が、まあ、とりあえず Ruby で作っていたっていうね、 Ruby on Rails っていうフレームワークが、まあ、4年ぐらい前は非常に、まあ、モダンで最先端であるっていうことで流行っていて、まあ、そのノリですね。まあ、でもその後も結構現役で、まあ、その後いろんな改修とかを乗り切って、まあ、今も使わせていただいている状態です。ビズ領域っていうのをちょっと増やしていきたいなというのがありまして、まあ、ビズ領域、普通の会社の皆さんって結構そのお客様の情報とかが入ったパソコンですとかスマホって
っていうものを、まあ、皆さん対応されて使われていると思うんですけれども、結構今までそこら辺のそのあたりの決定的なソリューションっていうのがなかった状態で、まあ、実はそういった顧客情報が入っていたものもなかったことにするっていう、始末書書いて終わりっていうので済ませてる会社さんがほとんどだったんですね。それは本当にまずいですし、まあ、そういった領域に対して、まあ、どうやってソリューションを提供できるかなっていうことで、まあ、営業チームとかと連携しながら今サービスを広めていっているような状態ですね。